SFK エタルベリコタルノボは、ブルガリアのベリコタルノボをホームタウンとするサッカークラブである。1924年4月24日に、ベリコタルノボの複数のクラブが合併し、FK エタルが創設された。1946年から1956年の間は異なるクラブ名で活動したが、1957年にエタルの名前が復活した。 1958年5月24日にイバイロ競技場が開場した。1960年にブルガリアカップ準々決勝でクスカソフィアを破り準決勝に進出した。1969年にクラブの歴史で初めてトップディビジョンに昇格しバイオレットがクラブカラーとなった。同年8月10日に行われたアカデミック戦でトップディビジョンデビューを飾り、 二万五千人の観客の前で一から一で引き分けた。1973から74シーズンに過去最高のリーグ4位になり UEFA カップ1974から75でインテルと対戦した。1987年にインタートトカップに出場しグループの勝者となった。1991年にゲオルギ・バッシレフ監督の下で トップディビジョン初優勝を果たし、UEFA チャンピオンズカップ1991から92で1、FC カイザースラウテルンと対戦した。1993年にバルカンカップで準優勝した。1998年に2部リーグ、翌年には3部リーグに降格し、2003年からトップチームの活動を停止した。2002年に、 p f k エた九1924が創設された。2002から03シーズンは3ブリーグ北西地区で1位になり2ブリーグ昇格を決めた。2003から04シーズンからは継続して2ブリーグに所属し2012年に初めてトップディビジョンに昇格したがクラブは破産し最終的にリーグ戦から撤退した。2013年7月17日に SFK エタルベリコタルノボが創設された。ボテフ・デベレツのライセンスを取得、クラブ名を、エタルベリコタルノボ、ホームタウンを、デベレツから、旧首都のベリコタルノボに変更し、2013から14、シーズンの3部リーグ北西地区に所属した。2016年に、北西地区で1位になり、プロリーグである2部リーグに昇格した。2017年には2部リーグで優勝し、 トップディビジョンに昇格した、なし、ありがとうございます。